はい、はい、はい。えー、アメリカが大騒ぎになっております。なんとですね、米軍基地ね、アメリカ国内だよ。アメリカ国内の米軍基地の上空をですね、謎のドローンがですね、もう数十日、あの、十数日間にと分かってですね、飛び回るというですね、異常事態が今発生しております。しかもですね、これ単なる民間のドローンではなくてですね、明らかに操られた数十台のドローンがですね、変態飛行です。変態飛行でですね、あの、アメリカ国内の各米軍基地をですね、どうも偵察をして回っているということが判明したみたいで、えー、アメリカのですね、 国防総省がです、ね、今、大騒ぎ、今、大騒ぎの状況になっております。と、えー、いうわけです、ちょっとね、これね、やばいっすわ、あのこのニュースですね、あの英語版のウォール・ストリート・ジャーナルからです、ね、発信されているニュースでございまして、これ、どうもね、日本の、ね、ウォール・ストリート・ジャーナルはね、これね、日本版、日本語版で、ね、日本語版のです、ね、ニュースにはね、これ、流れてきてないんですよ、流れてきてないの、これ、英語版をですね今日ね、無理やり日本語にです、ね、翻訳をして、それお伝えしようと思うんだけれども、これちょっとね、良くないよ、相当やばい状況よ。 先に言っちゃうとね、先に言っちゃうとね、この謎のドローンがですね、変態飛行して、米軍基地であるとか、米軍の艦船のですね、上空を撮影して回ってる雰囲気があると。でもね、アメリカってさ、アメリカってさ、ドローンに対して日本ほど厳しい規制がないわけじゃないですか。だから、あの、撃ち落とすわけにもいかないし、うーん、なんだあれはなんだあれはっていう形で、どう対応していいのか、対応策がね、決まらないという状況だったらしいんですよ。ね。だってまあ、アメリカも、アメリカってさ、中国から離れているわけで、え、まさかですね、そのね、いきなり侵略をされるなんていう可能性はないわけじゃないですか。だから日本ほどね、どうも国内は 緊張してないみたいなんだよね。だからこうやって慌てるわけなんだけれども。 でね、このドローンをですね、が、一個ね、木に引っかかって落ちたんだって。い、落ちて。でね、そのドローンをですね、回収しに来た人間がいたんですよ。回収しに来た人間を、ね、調べてみたらですね、重くそ中国人で、その中国人が持ってるデータを見てみたら、夜中に米軍基地の上空をですね、ドローン飛ばして、ね、あの、なんだっけ、赤外線カメラみたいので、なんか米軍基地の上空をですね、撮影をしていたと。ね、明らかに、こいつこいつこいつ、これ、機密情報ですね、これね、取っていたらしいんですよ。で、趣味だからとか言ってんだけど、ふざけんじゃねえと、どう考えても趣味じゃねえだろうと。しかも 映像を撮った直後に飛行機の予約が入っていて中国に逃げようとしてるんですよ、こいつ。スパイじゃん。 スパイじゃん。で、こいつ多分ね、牢屋にぶち込まれます。多分ね、6ヶ月間のですね、金庫みたいな感じになると思うんだけれども、こんな感じでね、中国が西側諸国に対して本気で仕掛けてきている、えー、このスパイ工作がやばいっていう話もですね、えー、本日のウォール・ストリート・ジャーナルからですね、特集をしています。えー、中国のスパイ活動の規模は、西側諸国をの政府をですね、圧倒するレベルであると。これほんとやばいぞという形で警告をですね、ウォール・ストリート・ジャーナルが行っているという形でございます。えー、ね、ここはですね、あの、中国の原子力潜水艦が沈没したということをですね、一番最初に 抜いいたねねマスコででででございますので結構信頼できるんだよ、ね、で日本は日本でですね、今ね、こっちの方でね、あの話を持ちきりじゃないあの、台湾をですね、中国軍がね、こう取り囲んでですね、えまたですね、軍事訓練を行っていると。まあ、これはですね、あの、脅しであることは間違いないと思うんだけれども、ただね、ナザレンコさんがですね、やっぱりね、危惧をしているのは、まあ、この方ね、あの、 ウクライナの方だからさ、当然思うわけですよ。ロシアだって侵略を開始する前に、何度も何度も国境付近で軍事演習を行って、だん,だん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 兵力を集めて、一気にウクライナに流れ込んできたよね、と。戦争っていうのはね、そういう始まり方をするんだ。日本のそばにですね、大戦争が始まろうとしているのに、選挙でその対応がね、主要な争点ではなく、えー、メディアがですね、不記載問題、不記載問題ばっかりやってるのは、これ異常すぎるよね、と言ってて、いや、ほんとその通りよ。もう、もう、何一つ、否定するとこないわ。もうほんとその通り、こんな状況だからね。

だから、選挙の争点でさ、国防をもうちょっと上げるべきだと思うけどね。あのね、石破さんなんか、自民党の石破さんなんかは、国防のことを結構上げてるのよ。上げてるんだけど、野党が取り合わないんだ。そこに取り合っちゃうと、どう考えても自民党が対象してしまうから、野党が取り合わないのよ。でもね、この状況で自民党以外の政権にね、これ見てみこれ、ね、いつ戦争がわかるかわかんないような状況でですね、日本の運営をですね、あの、ど素人集団野党にね、任せるという考え方は俺は分からんから、全身全霊で自民党をですね、応援させていただきますわね。まあ、こっちはこっちでですね、ちょっと注をしょ 行かなななければならないよね,ねただね、そのね、あの、ウクライナとの違って、陸続きではないから、そうそう簡単になぞれ込んでくるとは思わないんだけれどもね。うん、だからね、ちょっと注視はしつつもですね、ちょっとアメリカの騒ぎ方が普通じゃないんで、ちょっとこれを見ていこうね。俺のね、余計な解説はそんなもんでいいでしょう。この話ね、あの、物語調になっていてですね、非常にわかりやすいので、ぜひ聞いてくださいね。一本目はですね、これね、謎のドローンが、なんと17日間にわたって米軍基地を占拠したという話で、で、アメリカのですね、これね、防衛を司っている、アメリカの国防総省がですね、困惑 するという事態でございますなんだこれはと で、二本目がですね、これね、あの、それをね、総括してですね、中国のスパイ活動の規模っていうのは、西側諸国が想像している以上の状況だということが分かってきたということをですね、えー、これね、ファクトベースでですね、書いておりますので、これ両方、まあ、相当長くなると思います。相当長くなると思うんで、でもね、これ全部伝えた方がいいと思うんで、俺伝えるわ。頑張って読むね。いきますよ。はい、アメリカのですね、あれ、ウォール・ストリート・ジャーナルのアメリカ版の記事でございます。日本語版にはなってません。はい。謎のドローンが十七日間にわたって、米軍基地を占拠。国防総省は困惑。アメリカのですね、当局は、 え、国家安全保障上の機密施設の上空を妨害なく飛行するドローンの背後に誰がいるのか、またそれを阻止する方法が、まだね、決まってない、分かってない、アメリカも混乱状態だっていう話でございます。これからどんどん決まっていくとは思うんだけど、だってまさかさ、あの超大国のアメリカにさ、あの、ドローンでお前、堂々と偵察をしに来る国があるとは思わないからね。 ねもうこの辺はアメリカも好きがあったな。行きますよ。はい。えー、アメリカ空軍のマーク・ケリー将軍はよく聞くよね、名前ね。バージニア州の海岸沿いにあるラングレー空軍基地のですね、上空を、身元、ラングレー空軍基地あれだよ。映画とかに出てるやつだよ、確か。あれ、インスペンデントでいたっけなんか、なんか、その、映画あったよね。あれに出てるとこでしょ、うあれ。はい、見元不明の不審な航空機の群れ、つまりドローンが飛行していたという報告をどう受け止めるべきかわからなかった。基地の勲章を受けた上級司令官であるケリー氏は、自らの目で確かめるために、飛行体の 上に登りました彼はです、ね F、い、ね、数夜、ね、いく、いく日もの夜にわたって、軍関係者らは、アメリカで最も国家安全保障関連施設が集中している一帯の上空で、不可解な制限区域の審判があったと報告をしていました。つまり、ドローンがたくさん来ているんだけど、なんだあれはとなりました。えー、別のですね、上級幹部はケリー氏に、えー、ーはですね、通常、日没後45分から1時間後に始まる と言いましたつまり暗くなってからです、ね、ドローンがこっそりやってくると。 で、え、最初のドローンがすぐに到着をしました。え、職業、職業戦闘機パイロットのケリー氏は、ドローンの長さが約20フィート、え、高度はですね、3000から4000フィートのですね、時速100マイル以上で飛行していると推定しました。他のドローンも次々と続き、遠くで芝刈り機のですね、パレードのような音を立てました。ドローンはですね、南に向かって、え、チェサピーク湾を横切って、バージニア州のノーフォークに向かって、え、アメリカ海軍のですね、特殊部隊シ、シールでいいのかな、チーム6の本拠地や、世界最大の軍港である、 ノーフォーク海軍基地を含む、えー、地域上空をですね、飛行しました。これ全部撮影をしながらね。でですね、当局はその後,後ですね、数夜にわたって12機以上が飛来したドローン軍が趣味で飛行するものによるものなのか、敵対勢力、つまり中国によるものかっていうのは不明であると。 ロシアか中国か米軍の反応を試すためにドローンを配備したのではないかと疑う者もいると。連邦法はですね、差し迫った脅威ではない限り、軍がアメリカの軍事基地付近でね、ドローンをですね、撃墜することを実はね、禁じてるんですよ。日本と違うでしょそう、禁じてるんですよ。空中からの偵察はこれに該当しないが、一部の議員は軍にもっと大きな裁量を与えたいと考えています。確かにその通りだと思います。昨年の12月に無人機が初めて出現をして以来、無人機に関する報告はバイデン大統領に届いておりまして、ホワイトハウスでは 2週間にわたる会議が開かれました。えー、国防総省、えー、連邦総職級、えー、そして国防総省の UFO 対策室など、えー、政府機関の職員らが外部の専門家らとともにですね、考えられる説明や対応策について意見を交わしました。えー、ドローンによるですね、制限区域への侵入は、すでに国家安全保障当局を懸念させていました。その2ヶ月前のですね、2023年の10月には、核兵器実験に使われる政府施設上空の5機のですね、ドローンが、えー、飛行しました。ラスベガス郊外にあるですね、エネルギー省ネバダ州、えー、国家安全 保障施設はは3日間でで4ののドドロローーンンを検知職員らは5機目のドローンも発見するといいう状況でございましたつまりね、発見してるだけでですね、これでございますから、発見できないドローンを入れたら、とんでもない数のドローンが、米軍基地の周りを飛び回ってるっていう話なんです。えー、アメリカ当局はネバダ州で、ドローンを誰が操作をしたのか、またこれまで報告をされていなかった侵入行為が、何のためだったのかっていうのはわからないと述べました。えー、広報担当者はですね、えー、施設はその後、ドローンを検知して、対抗するシステムをアップグレードしましたよと述べました。ね、これがね、米軍基地でございまして、 これ日を,日を追うごとにね、いろんな場所にこれ、ドローンが現れてるの分かりますこれ これちょっと異常事態なんですよ。ただ法が整備されてないから対応しようがなかったっていうことなんだけどね。えこの目撃情報はアメリカ領土内でドローンを防御することと海外でドローンを配備したり、ドローンと戦ったりすることの容易さを比較した場合のジレンマを明らかにしました。ドローンは監視装置、爆発物、致死性の化学物質を運ぶことができる、地質的かつですね、費用対効果の高い戦争ツールに今なっていますよね。すごいよね。しかしですね、アメリカ上空で不審な航空機を撃墜することは軍が守ると誓ったアメリカ人の生命を混乱させたり、危険にさ たりするるリスクがあんだからそこにね爆発物が積まれてたらどうなると思いますそこにねドローンが爆発をしたらね毒が散布されてしまうそんなシステムが組み込まれてたらどうなると思いますだからね国内に飛んできている正体不明のドローンというのはそうそう簡単に簡単にね あのー、撃墜ができないんだよね。特に中国なんては、あのコロナ禍を見てもわかるように、おかしなウイルスを開発する可能性があるので、そうそう簡単に手出しができないという状況もあるんですよ。 これ、だからね、ドローンってね、使い方によってはね、マジで厄介な兵器なんだよね。だから米軍こんなに慌ててるんだよね。えー、昨年初めめですね、中国の、えー、偵察気球と見られる機体に、えー、電子監視装置が搭載され、満載され、えー、8日間にわたって国中を漂って、軍艦部らは気球が安全に、えー、撃墜できるほど、えー、孤立した地点に到達するのを待ちました。気球がですね、えー、南東海岸に到達をした後、ラングレー基地から出撃をした F-22 戦闘機がミサイルで気球を撃ち抜いたよね。で、その10ヶ月後、無人機の集団がラングレーに現れたんです。わかります 中国の,、ね、あの,あのおかしな気球がです、ね、ラングレー基地の上空を通っていたよね、どう考えても情報収集してるんだけど、これを,、ね、これを撃ち落としたその10ヶ月後に、ね、無人機が、ね、ドローンがラングレー基地の周辺にまた現れたんですよ。 どう考えても中国なのね。はい、17日間にわたってドローンは夕暮れ時に現れ、飛び去ってはまた旋回し戻ってきました。中には小さな光を放つものもありえ、夜空をですね、移動するえ星座のように見えたとえ。ケリー氏によりますと、ラングレー、ラングレー、ミチトン遭遇のようなえ FS 映画のようだったというと、ね、まるで UFO のようだったと。またドローンを追跡するのはほぼ不可能で、捕まえるために大量の資源が投入されたにもかかわらず、毎晩姿を消しました。ね、あの、レーダーがねあのど、あの、鳥とね、間違えるのがまずいから、あの、ドローンサイズのものをね、 でできななないような状況になってたんですよ確か。ね。厄介だろ、ドローンって。えっ、ー、と、当時ですね、えー、アメリカの北方軍と、えー、北米の航空宇宙防衛軍の司令官だったグレン・ワン・ハーク大将は、えー、防衛基地のです施設の周辺をドローンが飛行しているのを何年も前から目撃されていたと述べました。しかし、ラングレーの上空を夜間に飛び交うドローンの群れは、過去の侵入とは似ても似つかないものだったと同志は語りました。ちなみにドローンにはですね、あの、赤外線カメラを搭載することできますので、夜の方がいいんですよ。 ドローンで、あの、偵察しようとするならばね。でも、趣味のドローンは飛んでるところ見たいわけですし、その赤外線カメラなんか普通積まないから、で、趣味の民間ドローンは昼飛ぶんですよ。でも、だから夜飛んでるドローンって明らかに何かがおかしいんですよ。 ね、あ、まあ、いいや。えっとね、中国の気球に対する軍事対応を指揮したハンバーグ氏は、無人機から手がかりを得られるほど、え接近飛行するようにジェット戦闘機や、その他の飛行空港機に命じました。さらに情報を得るため、電子庁、当庁やスパイ活動のえフルメニューをですねえ、国防長官ロイド・オースティンに承認するように、え同志は勧告をしましたが、国防総省がアメリカ領土内で行える活動には実は限界があるんですとえ、北米内に未知の物体がある場合、その任務は出かけていって、それを特定することであるとワンハーク氏は語りました。その謎を解くのは、 世界有数の超大国にとっても言うほど簡単ではなかったわけですと。地元の警察は最初に挑戦をした警察の一つでした。ね、その警察の挑戦いきますよ。12月の6日から2夜にわたって、バージニア州のハンプトンの警官らはパトカーと徒歩でですね、ドローンを追跡して、瞬間的な目撃情報とですね、ラングレイからの情報をですね、警察無線で中継しました。ドローンのきはマーシャル通り、またはゴズ、ゴズノールズホープパークのエリアで目撃をされるという状況になりました。さらに3機がですね、着陸をしたように、 見えましたが警官が調達をする前に再び空中に舞い上がりましたもう息は沖合に到着しように見えました警察はついに諦めるという状況になりましたで、ね、追跡の難しさはわかるでしょすでに退役したケリー将軍は国防総省も困惑をしていると語りましたもしナショナルモールでこんなことが起こっていたらアメリカはどうするんだろうかと彼は尋ねましたこの報告は20人以上の政府関係者や事件に詳しい人々へのインタビュー警察の記録裁判所の文書ドローンの写真などについて基づいておりますえ盲目で被報するとねドローン 日本の群れはですね、世界中のアメリカ司令官に、米軍の司令官に緊急メッセージを伝達する責任を負っているえ国家国家軍事指揮センターのえ国防総省事務所に報告をされました。え報告書はですねえ、ホワイトハウスの危機管理室に送られまして、大統領は毎日のブリーフィングでそのことを知るわけでございますね、ドロ、バイデンがね。アメリカ当局は作戦の複雑さから、ちょっとこー飲みます。 アメリカ当局は作戦の複雑さっていうのは、そのドローンの変態飛行のですね、あの、様子がですね、もう明らかに訓練された飛び方をしているんですよね。だからその作戦って言ってるんだけど、作戦のこの複雑さから、これは趣味でドローンを飛ばしていると、人間の仕業であるとは考えていなかった。ドローンはですね、一定のパターンで飛行していました。1機か2機の固定翼ドローンが100フィート以上の高度を飛行して、20ポンドの商用ドローンと同サイズの小型ク,えクワッドコプターが、 え、しばしその下をですね、低速で飛行するというですね、変態飛行でございました。時々ホバリングを、ホバリングをしていた、つまりその場で止まってね、映像を撮っていたとね。飛行機はですね、午前、午後6時頃北からやってきて、チェサピーク湾の入り口にある半島にある基地を横切って、レーダーの届かない南へと進み続けました。飛行機はこのパターンを繰り返し、通常は真夜中にまで姿をあらけ、を消しますと。 夜中の間だけやってきて、夜のうちに消えてしまうということですね。国土安全保障担当、大統領補佐官、エリザベス・シャーウとランドール氏がえ、ホワイトハウスでブレインストーミング会議を招集しました。ある当局者は、ドローンのナビゲーションシステムを妨害するために、電子信号を使うことを提案しました。えー、当局者はですね、それが、地元の911緊急システムや Wi-Fi ネットワークを混乱させる可能性があると警告をしました。そうなんですよ。あの、ドローンをですね、落とすための電波を飛ばすことができるんだけど、それね、アメリカ国内で使っちゃうと、ね、あの,のつ、9111、ね、の、 通報システムであるとか、えー、通常の Wi-Fi のネットワークをね、混乱させちゃうんだって。 難しいでしょ、これ対応ほんと難しいらしいのよ。えー、提案の一つはですね、ドローンを無力化、または破壊するために、進行技術である、えー、指向性エネルギーを使用するというものでした。FFA の職員は、そのような兵器は12月の休暇旅行のシーズンに、民間航空機にとってはあまりにもリスクが大きすぎると述べましたね。その先にね、その指向性ドローンだよ、ね、指向性のエネルギー、つまりえ、方向性をですね、これ決めて飛ばすことができるエネルギーがあるんだけど、その先にもし民間の飛行機がいた場合、大事故起きるんだよね。 なんか本当難しいのよ、ドローンへの対応って。ドローンを捕獲するために、アメリカ沿岸,沿岸警備隊が、網を空中に発射することを提案する者も,もいると。えー、当局者は、今回の場合、沿岸警備隊にはそのような武器を使用する権限がないかもしれないということをですね、指摘したということです。えー、その上ですね、ドローンを綿密に追跡をするのは、非常に困難な状況でございました。ラングレイ基地の当局者は、アメリカ海軍と沿岸警備隊の艦船に、ドローンの監視をですね、要請しましたが、えー、成果はほとんどありませんでした。ドローンは軍用機よりもはるかに小さく、レーダーに 常に映るとは限らないんですと。え、軍関係者は、え、鳥に似たものを無視するように設定されていたレーダーシステムを再調整して、もうね、鳥でも何でもいいからとにかく拾うんだという状況に調整しなければなりませんでした。アナリストらは、小型のクワットコプターが、市販の商用ドローンで利用できる通常の周波数帯でを使用していないことを突き止めました。これはですね、ドローンの操縦者が趣味人ではなかったことを示すさらなる証拠であると。わかりますあの、普通にドローン飛ばしてる人たちはですね、わざわざですね、あの、ドローンのね、飛ばすための周波数をね、いじったりしないんですよ。 そりゃそうでしょ飛ばせればいいんだから。でも周波数をいじって発見されにくくなるっていうこの行為は明らかにスパイなんだよね。はい。えー、ラングレー基地の当局者は、えー、ドローンの群れと衝突の可能性を懸念して夜間の、えー、訓練任務を中止して F-22 戦闘機を別の基地に移動させました。えー、基地のですね、住民は、えー、地元のですね、スターバックスで目撃情報を共有し、えー、プライベートな Facebook グループにドローンのぼやけた画像をですね、えー、ねえと、ーえー、投稿しました。それがこれなんですよ。 あのドローンは一体何なんだあのラングレー基地の上空を飛行しているあのどでかいドローンは一体何なんだという形で、これ目撃情報はすごいあるんだよね。はい、情報当局はバージニア州沖の国際水域に浮かぶ船舶を発見し、関連を疑いましたね。船の上から飛ばしてるんじゃないかってことだね。えー、沿岸警備隊の乗組員が船舶に乗り組んだが、その推測を裏付けるコンピューターや、その他の機器は発見されませんでした。そして12月の23日、ドローンは最後の訪問と、調査をね、やり、やり上がりましたとね、えー。1月にですね、当局は事件解決につながると期待をされる手が を発見しましたねいきますよ史上最悪のスパイ行くよ行くよ面白いよ1月の6日のあ雨の朝フェインフェインユンシーさんを中国人なんですよフェインユンシーさんはバージニア州ニ収入とニューポートニューズの65番台とハインティントンアベニューの近くにレンタルをしたテスラを駐車しましたえラングレー基地から11マイルのところにあるんだ遠いよねえ車はですね原子力潜水艦や海軍の最新世代のフォードフォード級航空母艦を建造している i 8、えー、hii 社が 運営する造船所の外にありました。えー、ミネスト大学の学生であるですね、C さんはですね、これ要するに、 アメリカの大学に留学をしてきている中国人留学生のことね。C さんでね。C さんはですね、えーえー、午前中頃ですね、ドローンを飛ばしていたところ、木に引っかかったと近隣住民に話をしました。C さんがコントローラーを使ってドローンを解放しようとしたところ、近隣住民がバージニア州ニューポートニューズ警察に何と通報しました。ね、やばいと思ってたんだろうね。警官は C さんになんでこんな悪天候の中でドローンを飛ばしているのかを尋ね、消防署に助けを求めるように指示をしました。C さんはですね、1時間後にレンタルを、レンタカーを返却し、ワシントン DC 行きの アムトラック列車に乗りました。同士はですね、えー、翌日同士はカリフォルニア州のオークランドに飛びました。偶然にも同日、ドローンは地面に落ち、連邦捜査官の手に渡ったんですよね。えー、そして FBS 捜査官は、この C さんが、ドック内の海軍艦艇を真夜中頃に撮影したものも含めて、ね、撮影をしていたことを突き止めました。おかしいよね。真夜中にこんなもん撮影するのおかしいよね。えー、近くの造船所で建設中のものもなんとあったそうでございますね。それ、これがこの C さんね。これ捕まってるからね、もうちゃんとね。はい、連邦捜査官は、えー 1>, 1月の18日え、片道航空券で中国行きの飛行機に乗ろうとしていた C さんを逮捕しました。中国に逃げようとしてまんですよ。映像を持って。 なんでかね。C さんは FBI 捜査官に対して、自分は船舶の愛好家で、ドローンが制限航空域を越えたことに気がつかなかっただけであると話をしました。捜査官は納得をしませんでしたが、中国政府と関係があることを示す証拠は、この時は見つかりませんでした。捜査官はですね、C さんがノーフォークへ向かう前日に、サンフランシスコのコストコでセール中のドローンを購入していたことを突き止めました。そう、スパイはね、ドローンを持って国内に入ってこないんですよ。国内に入ってきた後で、その国で売られてるドローンを使って映像を撮るんですよ。 厄介だろう。ね、えー、アメリカ軍、アメリカ検察当局は、機密扱いの米軍施設の写真を違法に撮影したとして、えー、この C 容疑者をですね、起訴しました。アメリカのスパイ法の規定に基づいて、ドローンが撮影、ドローンが関与した初のケースになるわけでございます。えー、26歳の中国籍の横野容疑者は、有罪を認め、10月の10 2日にノーフォーク連邦裁判所に出廷をして、判決を言い渡されました。えー、ローレンス・レナード治安判事は、えー、C 被告がですね、休暇中に遊びで真夜中にドローンを飛ばしていたという主張は、 信じないと述べました。重大な欠陥があると、同判事は法廷で述べました。もし彼が外国のエージェントだったとするならば、史上最悪のスパイであると、えー、C さんの弁護士、えー、各種は語りました。ノーフォークで起こったことについて申し訳なく思いますと、C さんは連邦刑務所で6ヶ月の刑を宣,宣告される前に言いました。アメリカ当局はですね、えー、ラングレー基地のドローンを誰がまたなぜ飛ばしたのか、まだ実は特定できていないと。これは明日の問題ではなく、えー、今日の問題であるとね、ワシントンのですね、国家安全保障シンクタンク、えー 戦略国際問題研研究究所の上級研究員トム・カラコ氏は言いますえこれはですね、あちらの問題ではなく、あちらでもこちらでも、どこにでもある問題なんだ。アメリカ当局は今月、ロサンゼルス北部のエドワーズ空軍基地付近で、ここ数ヶ月の間に、さらに多くの正体不明のドローンの群れが目撃されたことをですね、確認していますと。 いう形でわかりますもうね、今ね、アメリカ国内のいろんな空軍基地の上でドローンが飛び回ってる。それにどう考えても中国が絡んでいるっていう話なのね。で、こういう状況を考えての記事がこれなのよ。今日のね。中国のスパイ活動の規模は西側諸国の政府を今もう圧倒しているんですと。え、経済が減速していく中、中国の経済、諜報活動は習近平の権力の省略を強化しようとしているが、エスカレーションする懸念があるんだという話でございます。こっちはこっちで絶対見逃せない記事だから聞いて、これもね、英語でね、日本で流れて ニュースなんですよこういうのを日本のマスコミは取り上げてほしいんだけどなそしたら危機感高まるんだけどねちょっとコーヒー飲みます。 い、行きますよ。これ、西側諸国から見た中国のスパイの状況です。いくね。これ、本当面白いよ。この記事はいえー、ロンドン。まずはロンドンえー、北京はですねえー。ライバル国を弱体化させえー、自国の経済を強化するためにえー、治安機関、民間、企業、中国人、民間人を動員して西側諸国政府が前例のない規模であると述べるスパイ活動を行っております。えー、西側諸国のですね。情報機関が中国の脅威について警告をしないまま1週間が過ぎることはもうほとんどないと。まあ、常に中国のスパイ活動は週1。少なく、見積もっても週。かな 必ずどっかで騒ぎを起こしてるとね、えー、連邦捜査局は先月だけでも、えー、中国政府系企業がアメリカイギリスフランスルーマニアなどでカメラやルーターなどインターネット接続機器26万台をハッキングしたと発表しました分かりますやばいんだからあいつらのスパイ活動26万台よ、えー、議会の調査によりますと、えー、アメリカの港で使用されている中国製の貨物クレーンには北京がつまり中国政府が秘密裏に制御できる技術が組み込まれていたというと分かります いる疑いがあるじゃないのよ。中国政府が思い通りにクレーンの情報を操れるシステムが組み込まれていたんですよ。ね。もうこれが、もうアメリカの議会に上がってるんですよ。こういう状況なのよ。ね。え、アメリカ政府はですね、え、ニューヨーク州知事、え、キャシーホクルの元上級補佐官が中国のエージェントだったと主張しているこご実はそうだったでしょこれご存知俺、一生懸命頑張って動画にしたんだけれども、ニューヨーク州知事のね、補佐官が、 思いっきり中国共産党のスパイだったんですよ。で、これ逮捕された大事件になったでしょね。えー、アメリカ当局は先週、えー、裁判所の認可を受けたネットワーク、盗聴要請のために連邦政府が使用するシステムを侵害した、えー、最新の中国ハッキングの影響を理解するための、えー、取り組みを開始しました。西側諸国の情報機関は北京の活動を封じ込めることができず、公に警鐘を鳴らして企業や個人に対して中国との交流に警戒するように促しています。しかし中国がすでに世界経済に深く関わってしまっていることを考えると、それはシシュ のですね区域になりつつあると、ハーバード大学ケネディスクールの国家安全保障専門家、カルダー・ウォルトン氏は述べました、西側諸国の政府は、もういろんな意味で、ですね事後に事態を受け入れつつあるんだと、氏は述べました、つまり中国の方が攻めてきていて、で西側諸国は後手に回ってしまってるよねと。 はい、中国政府の広報室、国家安全省、公安省、国防省はコメント要請には応じませんでした。中国政府はこれまで西側諸国の標榜した、西側諸国を標榜とを、を標的としたスパイ活動の疑惑を否定する一方で、中国は外国,国のですね、ハッキングや情報収集活動の頻繁な標的となっていると主張していました。中国のね、指導者、習近平は2012年に権力を握って以来、国家安全保障の重要性をますます強調し、政府関係者と一般市民に中国の利益に対する 脅威を防ぐように呼びかけておりますその結果冷戦時代のクレムリンのえ情報活動をですねはるかに上回る規模と粘り強さで西側諸国の情報機関を震撼させた広範囲な情報収集活動が行われていますえアメリカの fbi によりますと中国が支援をするハッカーの数は fbi サイバー要員全体の50倍以上だというとやばいでしょ。 もうアメリカでも防ぎきれない可能性があるんですよ。だったら日本ってどんな状況になってんだよと俺は思って一生懸命これを伝えてんの。やばいと思うよ、本当に。え、ある欧州の機関は、中国のですね、情報収集と安全保障活動に60万人が関与していると推定しております。やばいでしょ。60万人だよ。え、ちょっとちっちゃな田舎の県丸ごとだね、多分ね。県丸ごとのですね、県民がですね、全員スパイ活動を海外でやってるという話なんですよ。 で、これがまた事実だから怖いんだよね。<coughs> はいえー、中国のハッキングプログラムは、他のすべての主要国のハッキングプログラムを合わせた規模よりも大きいんだと、つまり中国のサイバー攻撃は本当にやばいんだと、FBI のクリストファー・レイ長官は今年の初めに述べました、えー、西側諸国のです、ね、対応を複雑にしているのは、イランやロシアなどの独裁国家と異なり、えー、中国と貿易は数十年にわたり、西側諸国の経済成長を支え、ひいては西側諸国の長期的な安全保障を支えてきたことであると、ほとんどの国は中国に制裁を課し、えー、外交官を追い出す余裕はないと、中国は違うと。えー イギリスのですね国内諜報機関 MI5 のですねトップ、ケンマ・カラスム氏は言いますとね、中国習近平の権威主義的な傾向が強まる中、中国の経済成長が鈍化するにつれ、ね、経済成長はもう無理だよね、中国はね、悪質な活動が激化をする恐れがあるとね、要するに中国の北朝鮮化ですよね、中国のですね諜報機関は、経済の活性化に必要な技術革新を盗み出して、国内外の批判者を黙らせるように、ですねますます圧力を受けるであろうと、当局者は言います。結局ですね政権の安全保障にかか え、た、え、えー、アメリ、カイギリスのですね、え、対外情報機関 MI6 の元作戦部長ナイデル・イクスター氏は言います。中国人の行動はバカバカしいものからゾッとするものまで多岐にわたるんだよね、と。 9月、アメリカのですね、検察当局は、ミシガン大学の中国人卒業生5人が、台湾軍人も参加をする、アメリカ州兵の訓練演習で、真夜中に軍用車両からわずか数フィートの距離で写真を撮っているのが発見されたと主張されました。ね男性らはですね、星空観察をしていたと主張しました。絶対嘘ね。はいそしてイギリス政府は今年の初め、中国と関係のあるハッカーが、イギリスの有権者登録記録にアクセスをしたと発表しました。この記録には、約4000万人の自宅の住所が含まれ え、アメリカ政府は現在、中国政府と関係のあるハッカー集団が、アメリカの大手ブロードバンドプロバイダーに侵入をして、アメリカの <coughs> 法執行機関の盗聴記録にアクセスをした可能性があるかどうか調査中であると、情報当局は、中国人が大量の個人データを盗んで、高度な AI モデルを訓練していると懸念をしていますと、中国はですね、ウクライナーでコーヒー飲みます。 これ、アメリカとかイギリスがどんだけ中国を危険してるかわかるでしょ。中国がウクライナ戦争でロシアへの支援を強めるなど、軍事的に強行姿勢を強めるにつれ、その、えー、秘密活動も大きな脅威になっています。えー、西側当局者によりますと、えー、習,習主席は、えー、人民解放軍創設で100周年にあたる2027年までに、えー、台湾侵攻の準備をするように軍に命じたというと、えー、台湾をめぐる戦争は、えー、民主的にですね、自治するこの島の自衛を確実にすることに尽力をしていると、えー、米軍と中国をですね、対立させる可能性があると。えー FBI を始め中国が数百台のルーターを乗っ取って、アメリカの水道エネルギー網に侵入したと、これは発表しておりまして、これ FBI が正式に発表してるのね、えー。台湾をですね、領有しようとする中国の試みに、アメリカが介入をした場合、アメリカのですね、インフラが先制攻撃を受けるけ懸念が今高まってきていると。ねアメリカ機械は12月、えー、機密情報が漏えいする恐れがあるとして、えー、中国のですね、貨物データプラットフォームにを導入している世界中の港湾を、えー、国防総省が利用することをなんと禁止しました。 本当にね、あの、海外の記事読んでみ、国防総省が世界中の港湾をですね、利用ね、中国のシステムが入っているね、港湾をね、利用するのを禁止するっていう話だったんだよ。 海外のメディアね、もう日本のマスコミがね、報道しないこといっぱいあるから。で、アナリストや当局者らによりますと、中国は2021年の国境紛争の最中に、インドの電力網にマルウェアを事前に配備をしたほか、え大規模なですね、アメリカ空軍基地があるグアムの通信ネットワークにもえ、マルウェアをですね、事前に配置をしました。これは大きなニュースになったよね。要するに、なんか、各種、 国のですね、主要な施設にですね、あの中国が、要するにウイルスみたいなものをですね、中に入り込ませていて、で、情報をですね、どん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 ね、あのね、吸い取ってるっていう状況なんですよ。 これ結構笑えないのよ、本当に。はい。そして、えー、CIA 来ましたねあ。CIA 長官ウィリアム・バーンズ氏は最近、え不必要な誤解やえ不良の調達を避けるため、過去1年間に中国を二度訪問したと語りました。危険な事故が起こるのではないかという懸念が高まっている。独裁国家の情報機関は、上司の世界観に合わせて、つまり習近平の世界観に合わせて、情報を調整することが多い。例えば、ロシアのですね、情報機関は、ロシアのプーチン大統領に対して、ウクライナは侵攻後、すぐに屈服すると伝えました。習近平が同様に誤った情報を受け取っていたり、与えられた 情報を信じていなかったり信じていなかったりすれば、中国は海外の重要なインフラを先制攻撃する可能性があるんですよ、これはね、ほんの最もな心配であって、ですねこれロシアのプーチンってね、あのウクライナはですね1週間以内に戦闘が終結するっていうね、短期間で戦闘が終結するということを信じて攻めたんですよ、部下の情報を信じてね。でも今やもう2年くらい続いてるとね、わ、ね、かる中国がね、上がってくる情報を信じる、もしくは信じない。 どっちにしも間違ってですね、行動を起こす可能性って普通にあるのよ。それを言ってるんだよね。 で、諜報機関の関係者によると、中国は、旧来のスパイのルールには従わない。え、現行犯逮捕されても気にしていないようだし、ロシアと違って、スパイが逮捕されても交換しようとする予想はめったにないとね、スパイが捕まったらですね、もうそのままねこう、死んじゃっていいよ、みたいな状況になってるんだよね。西側諸国の情報機関、スパイの対応を阻む、もう一つの要因は、中国をスパイするのが難しいことであると。え中国の諜報活動は分散化されていて、無数の機関や民間企業にまたがってしまっていると。え、諜報活動はほぼ自律的に行われているため、システムへの侵入は困難。 なんで、その手法は場当たり的であり、政府高官が定めた包括的目標に、民間と国家の双方がゆるく従っているように見えるとね、なんとなく習近平はこ、アメリカの情報を欲しいわーって発信するんですよ、したら、そ,それにそ度をして、習近平に取り入りたい民間人とかですね、中国共産党の人間が勝手に動くんですよ。で、ある意味、それね、形としては勝手に動いているから、取り締まりが難しいんですよ。なんか いミッションインポッシブルみたいな話だね、これね。本当にさ。まあ、いやいや、どこだっけあ。中国はまた10年前にアメリカのスパイとして働いていた当局者の一部の幹部をですねあ、一掃しましたよね。これ。 シンゴさんのことかなま、あい,いやえ、中国のですね、こうしたか活動の根底にあるのは、権力基盤を強化したいという習近平の願望であると、え習主席はですね、1991年のソ連の突然の崩壊を、思想統制が緩んだ場合に、中国共産党政権に何が起きるのかの警告として挙げております。え習近平はですね、国家安全保障委員会を創設して、え安全保障業務の管理を一元化してえ、党のですね、政治的な優位性だけではなく、え中国のですね、経済力や食料自給率までは網羅する、広範囲な国家安全保障の定義を定めました。この委員会 は2014年に初めて招集をされたわけでございます、えー、この協調をですね、えー、近年、えー、領土紛争、技術的な優位、そして新型コロナウイルスの原因をめぐって、北京とワシントンが衝突をする中で、執着へと変化をしました、さらに疑心暗鬼に拍車をかけたのは、アメリカが携帯電話ネットワークを含む中国のインフラを広範囲にハッキングしたというですね、えー、元アメリカ諜報機関、請負い業者のエドワード・スノーデン氏の主張であるとね、アメリカはアメリカで、えー、ね俺たちの国の中でですね、絶対にスパイ活動をやっているはずだ、締め出すんだというですね、えー、この決、ね、その 習近平の決意のですね、後押しをしてしまったのがスノーデンなんだよね。スノーデンはもうご存知だよね。はい、えー、安全をですね、えー、発展の前提条件であり、発展は安全を保障するものであると習近平は当局者に語りました。安全と発展は同時に推進させなければならない、えー。アメリカはですね、2014年に、えー、中国軍将校がハッキングを通じてアメリカの機密情報を盗んだと非難をして、えー、これは従来のスパイ活動の範囲外であると述べました。中国はやりすぎだと言ったわけですね。えー、アメリカは関税を課し、えー、同州の欧州、ヨーロッパのですね、同盟国が中国 のファーウェイを実際通信インフラの構築に利用することを阻止するキャンペーンを展開して対応しましたよねでもファーウェイってまだね勢いあるんだよね マジ油断できないよ。西側民主主義国は現在中国とのビジネスを継続しながらも北京のスパイ行為を非難することでバランスを取ろうとしています。5月、カナダの当局者は、カナダの情報当局は中国が過去2回の連邦選挙に介入しようとした可能性があり、その中には中国人学生をバスで送り込み、支持をする候補者の使命を確保するための投票をさせたこともあったと述べております。もう、もうだから他国の選挙にも入ってきてるんですよ。 で同じ頃はい次はオーストラリアですはい政府大臣に気に入られようとした、えー、気に入られようと地元の病院に2万五千ドルを寄付したとして中国共産党とつながりのある実業家に有罪判決を下しましたよね、えー、今年の春ドイツとイギリスで、えー、それぞれですね別個の作戦が行われ特殊なレーザーを入手して許可なく中国に輸送した容疑で、えー、中国スパイとされる7人が逮捕されましたドイツでは欧州議会をスパイして、えー、イギリスではですね、えー、反体制派を標的にしていました、えー、中国のですね情報収集活動の多くは違法 ではございません。悲しいことにね。中国の研究者や企業のほとんどはスパイ活動には関与しておらず、その多くは西側諸国の経済に利益をもたらす重要な技術革命の進歩に貢献していると評価はされています。そう。中国人のね、優秀な奴らのね、あの一部はね、確かに他国のね、利益にね、貢献してるのよ。 だから難しいんだよ、この問題。しかし、ヨーロッパの安全保障当局は、中国人留学生や客員科学者も、西側諸国における中国スパイ活動の主要な経路になっていると指摘をします。え、これまでですね、え、安全保障当局、安全保障当局は、え、国防の7人の息子、軍とつないつながりを持っている、中国のトップ大学の愛称ね、あの、え、国防七校と呼ばれるものですよね。はい、一つで学んだですね、え、中国人研究者を厳しく監視をしていました。当局によると、最近ではですね、研究者を装ったスパイが、こんあの、が足跡を隠すのが、 上手になっているというと一例としてはですね最初に言語や文学のコースを受講してその後量子コンピューターなどの機密分野に転向する学生が挙げられますとだからね入りはですねうまいこと入ってくるんですよで途中から重要なところにね乗り込んでくるんだよねイギリスの国内情報機関 MI5 によると2022年以降イギリスだけで2万人以上がですねリンクドイン上で中国のですね工作員から接触を受け機密情報を渡させようとしているというとねネットを通じていろいろやってんな中国な本当な MI5 は大学を巡回し中国系のコンサルタント会社や 大学との提携について警告をしていますえ、こうした提携は貴重な知的財産をうっかり手放,し,手放してしまう可能性がありますえ、情報機関はこの難題から逃れるために我々を妨害することはできないと MI5 の幕からも長官は最近語りましたというお話でございますわねはいということで、ね、分かっていただけましたでしょうかちょっとこういうのもね 日本がですね、真っ先に注目、あの、ね、あの、えー、注意を払わなければならないのは、やっぱ台湾有事なんですよ。台湾有事が行った、これさ、台湾有事のこれ写真なんだけど、ここの島全部日本の領土だからね。わかる これ全部日本の領土なんだよ。まあ、ここで台湾有事が起ころうとしてるということね。ここにですね、まずはね、これ注目をしなければならない。それは間違いないんだけれども。でもこれ、アメリカはアメリカでさ、やばいでしょこれ。わかっていただいたでしょね。あと、アメリカ軍基地の上空をさ、中国と、まあもうほぼほぼ間違いない。え、中国のですね、ドローンがね、飛行しまくってて、情報収集しまくってるんだから。ってことはね、俺これ何でやって、もうね、日本大丈夫ですかあ,あの、 アメリカ国内の上空をですね、中国のドローンが飛び回ってて情報をですね、抜かれまくってるんですよ。でね、この記事がね、ね、問題はこの記事が日本語の記事になってないのよ。 で、こういう情報をね、日本でどん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 記事として挙げてもらえれば、アメリカでこの状況であるならば、沖縄なんで一体どうなってしまってるんだと。沖縄にある米軍基地や自衛隊基地、ね、山口にある自衛隊の基地とかね、横須賀のですね、アメリカ軍,アメリカ軍基地、あそこの上空ドローン飛んでませんかっていう形でマスコミがね、どん,どんどんどん動き出してくれると思うんだけど、なぜかこの記事ね、日本語にならないんだよね。俺、この記事日本語にしてさ、もっとさ、日本の国内でもですね、何かおかしい中国の動きい絶対あるよという話をね、盛り上げてほしいんだけどね。 っていう思いを込めて今日動画を作りました。えー、こんな感じでですね、こう日本の国内でね、流れてないけれども、絶対に知っておいた方がいいですね、大事なニュース、またシンボリックなものがあったら皆さんにお伝えしたいと思いますので、もしよろけばチャンネル登録お願いします。というわけで今朝の動画を終わりたいと思います。バイバイ。